はひまさかパート4とか5ぐらいでもう顔面で前が見えねえ状態だと思わなかったわ。どうにか生徒会の連中は振り切れたかな。生きた心地がしなかった。ねえ、俺被害者だから別に良かったんじゃない？まだ油断はできん。何？俺は顔面をさ、蹴られた後もまた説教されるのあれ。とはいえ、ドリフェスに集まっていた連中に比して生徒会はさすがに人数が少ない。俺たちが主犯というわけでもなし、ここまで執拗に追っては来ないだろうと判断する。俺たちみたいな三下までは生徒会も手が回らないか。それも悔しい話だけど、生徒会と敵対することの恐ろしさを思い知っちゃうね。100% 生徒会悪くないと思うんだよな。だがいつか必ずそうなる。今回は予行練習になったと思えばいい。あのさ、今んとこさ、生徒会悪いって思えないんだけど。100% お前たちが勝手に暴走してさ、暴れてたんだけど。気な臭い話してんな、お前ら。ああ、貧乏くじじゃねえか。はっ、サリー、ありがとうね。俺たちをこっそり逃がしてくれて。おかげで助かったよ。やっぱりサリーは、俺たちの魔法使いだ。魔法使い、マーリンだね。さながら僕たちは、円卓の騎士。もうサリーちゃんだったり、マーリンだったり。仲違いして内部崩壊した集団に俺たちをなぞらえるな。つうか妙なあだ名つけんなよ。俺はちょっと器用なだけ。っていうかもう頼むから俺を巻き込むなっつってんだろ。面倒ごとはごめんなのに、お前らと関わるといつもこうだ。ちくしょう、泥沼だよ。お前らなんかとユニット組むんじゃなかったよ。まあその数年後も泥沼なんですけどね。急にどうした？サリーは情緒不安定だな。リラックスしようよ。そうだ、お歌歌おう。お前も情緒不安定じゃねえか。俺が不安定なんじゃなくて、お前らがのんきすぎるんだっての。ああ腹立つ。頼むからその綺麗な頭の中身もちゃんと活用してくれ。もうちょっと考えてから行動しろよ。本当にお前ら何もしないうちに一網打尽にされるところだっただろうが。本当だよ。ふふん、信じてたからね。俺たちがピンチに陥ったらきっとサリーが助けに来てくれるって。信じるなよ、困るよ。俺の立場は知ってんだろ。あんまりお前らに肩入れすると俺は首が回らなくなるの。ああ、生徒会いたのか。これでも俺は生徒会の役員なんだからな。ああ、そういうことか。北斗、お前がついていながらちゃんとこのアホどもに首輪つけとけ。話しがいにすんな。お前ら見てると心配なんだよ。このアウトロー集団に入っちまったらおしまいだろうな、生徒会として。すまん、返す言葉もない。俺も少々焦っていたようだ。とはいえ自身の立場を危険にさらしてまで俺たちを手助けしてくれたことには感謝する。いつもありがとう、イサラ。改めてお礼を言われると背中がムズムズするけど、まあ困った時はお互い様っていうか、一蓮托生っていうか。なんかイサラは上司人っぽくてなんか安心するな。俺もトリックスターだからな。でもトリックスターっていうのが不安分子だよな。あー、こいつもトリックスターなんだなーって思う時が来るのかな。まあ今回はどさくさ紛れにお前らを修羅場から脱出させるだけだったから、そんなに大変つうか迷惑でもなかったけど。なんでお前らあんなとこにいたの？生徒会に反逆する準備が整うまではおとなしくしとけって言ったろ。ああ、トリックスターだったわ。めっちゃ反逆の準備してたわ。うむ、だが思わぬ拾い物をしたのでな。計画を前倒しにしてもいいかもしれないと判断した。早計だったと今では反省している。な、今んとこ生徒会に悪い意しないよ俺。イサラにも相談しておくべきだった。いいって、あんまり俺と接触しすぎても目つけられるだろう。大事なことだけ共有させてもらえばいい。それにお前らはそういうところはきちんとしてるからな。それだけは信じてる。だからユニットを組んだ。
あんまり俺を失望させないでくれよ。あと、できれば面倒をかけないでほしい。割とマジで。それは約束できないが。正直。そこだけは約束しろよ。これ以上は妥協できないぞ。本気で縁切るぞ、お前ら。いつもいつも迷惑かけて。しかし、北斗が焦って行動するなんて珍しいな。何があったんだ？なんかいつも焦ってるイメージだけど。転校生が来たんだ。俺たちのクラスに。あ、どうも転校生でーす。ああ、聞いてるよ。女の子でプロデューサーなんだって？もしかしてその北斗がおんぶしてる子？好きあらば俺のこと触ってくんな、北斗。うむ、イサラにも紹介しておきたかったが、どうも失神しているようだ。もう転校考えてるからね、俺。転校初日からいきなり乱痴騒ぎに巻き込まれたからな。疲弊しているのだろうし、吹っ飛ばされてきた大神に正面から激突したのだ。激突っていうか、なんていうか、気絶してしまうのも仕方ない。女の子だからな。女の子関係ねえんだわ。それを失念していた。彼女を気遣えなかった。これは俺の責任だ。成人近い男性が突然飛んできて顔面踏まえたら誰も気絶すんだわ。あんま背負い込むなよ、北斗。ちょっとぐらいなら肩代わりしてやるから、いつでも何でも相談しろよ。おっと、あんまり席を外してると怪しまれるな。俺、生徒会の連中と合流するから、お前らはさっさと尻尾を丸めて逃げとけよ。転校してえよ。そうする。俺はついでに転校生を保健室に運ぼう。普通会来てえよ。もうじき昼休みも終わるし、明星と雪は先に教室に戻っておいてくれ。転校生を独り占めにするのはずるいぞと言いたいとこだけど。了解、任せたよ。授業に遅れそうなら俺から教師に適当に説明しとくから。でもさ、ほんとサリーの言う通り、あんまり一人で背負い込まないでよ。そうそう、僕たちはユニットなんだからね。運命共同体だ。僕らが仲間じゃ頼りないかもしれないけどさ。すごい美しい友情の風景を見せてくれないんだけどさ、俺も心配してくんないか。日高くんは責任感が強すぎて全部自分だけで抱え込んじゃうから心配だな。救急車呼んでもらえないか。支え合える集団でありたいよ。せめてトリックスターだけでも。転校生ちゃんもそんな僕たちの仲間になってくれたら嬉しいんだけど。まずは救急車で運んでもらったら嬉しいんだけど。ひどい目にあったからな。もう嫌になっているかもしれん。転校してよ。それは彼女が起きたら確かめてみる。まずは保健室で安静にさせてやりたい。難しいな。女の子関係ないんだわ。どう付き合えばいいのか、対応すればいいのかわからない。シンプル男の子でも嫌なんだわ、この学校。ゆっくり慣れていけばいいよ。何事もね。ほんと、今回は焦りすぎだったよね。急がず焦らず、みんなで一歩ずつ確実に進んでいこうよ。そしていつか夜空の星に手が届くぐらいにでっかく成長できればいいじゃん。できればみんなで。もう北斗親切で人の尻がっちり掴んでそうだもんな、ね、おんぶするとき。失礼します、相模先生はいないか？どこで何してる、あの怠慢教師。やっと保健室だよ。まあいい、転校生保健室に着いたぞ。起きてるか？整形外科を呼んでくれ。ゆっくりベッドに下ろすからな。怖かったら言ってほしい。よいしょっと。うむ、しばらくはここで休んでいるといい。看病は必要か？なあ、俺まだ鼻あるか？返事がないな。死んでる。まだ意識を失ったままか。本当に弱々しいんだか。女の子というの。体もこんなに細くて柔らかい。すいません、せっかくされてます。俺はすいません、
こんな子を戦場に叩き込もうとしたのか。意識がない女にセクハラしてます。転校生、意識がないなら聞こえていないだろうが、それでもいい、謝らせてくれ。意識が戻ってから土下座をしてくれ。すまなかった。何も知らないお前に勝手な期待を押し付けて騒動に巻き込んでしまったのもそうだが、うん、俺は一つお前に嘘をついていた。その上嘘もついてんだ。そしてあのライブ会場に俺が行って何を求めてたの。いいな、事実を一つ明かさずにいたんだ。はあ。この学院で過ごせばお前もおのずと理解すると思っていた。いや、仮にも自分の在籍する学院を悪く言いたくなかっただけ。いや、もうだいぶみんな評判悪いことは分かってるよ。俺は情けない、格好つけたがりだ。はあ。この学院はアイドルの、アイドルによるアイドルのための学び屋だと説明したな。うん。だがその表現は正確ではない。ほう。実際は良いアイドルの、良いアイドルによる良いアイドルのための学び屋だ。まあそれはそうなんじゃないの、うん、より良くすんじゃないの。普通良くないアイドルは、俺たち劣等生はここでは永遠に日の目を見ない。ああなるほど、そういうことか。先ほどの騒ぎがそんな現在の夢の先学院を体現している。でも暴力ライブで盛り上がったお前らが悪いんじゃないのか。それは夢を見て野望を抱き、無数のアイドルたちがこの夢の先学院に入学してくる。まあでも劣等生っていうレッテルを貼られた奴らはこれ以上何をしてもちゃんとしたアイドルになれないから、それを不満をぶちまけるためにあの B1 っていうのを開いてるってことか。たっぷりの愛情と血と汗の滲む努力を重ねれば、きっと花開く夢を携えて。だからその劣等生の講義みたいなものだったのか、 B1 は。つまりは。だがその夢は叶わない。期待は裏切られ、研鑽は顧みられず、個性や大事にしているものは否定され、学院が規定する理想のアイドル像にならされる。ああなるほどね。だから学園側がこれがいいアイドルだっていう枠組みに入ってないとダメってことね。この学院は確かに優れたアイドルを輩出し続けている、はいはいはい、だがそれは家畜のように遺伝子操作され、豚小屋につながれた人間味のないアイドルだ。お、言い方悪いね。商売としてはそれでいい。業界が求める規定値に達していて従順であれば金は稼げる。だが俺たちが胸に宿した夢は、心はどうなる。ああこの問題こっからあったんだ。ずっと家畜の餌になるだけだ。俺たちは踏みにじられ、豚の餌になる雑草だ。そして誰もそれに疑問を抱かない。やっぱりどの学校でもこの劣等生と優等生問題はあったんだな。いいな、逆らって抵抗しても先ほどのドリフェスのようにひねり潰される。ああまあだから工事だったのね。あれは非公式の野良試合は徹底的に弾圧され、公式のドリフェスも八百長が常態化されている。まあでも内容が暴力だったからな、あのドリフェス。勝つべきものが勝つ。舞台の幕が開く前に投票数は確定しており、学院に都合のいいアイドルの勝利のために全てがお膳立てされている。まあ確かにそれは悪いな。現在の公式ドリフェスでは圧倒的な権力を持つ生徒会の個人か、その所属するユニットしか勝利できない。ああなるほどなるほど。誰もこの学院の権力構造の頂点である生徒会に逆らえない。彼らに票を入れる従順な下僕としてしか存在を許されない。あ、なるほどね。だからその生徒会が運営してる A1 以上だと生徒会が勝敗を操作してるから、じゃあ B1 で騒いでこれがドリフェスだってことを抗議してるってことなのか。生徒会に逆らえばこの学院では生きていけない。なるほどね。だがそれでは俺たちの心はどうなる。
素直に良いと思ったものに票を入れるのがどうして許されない。ナオのことを顔面ドロップキックされる前にその話聞いておきたかったな。感動することすら許されないのか。教科書通りのことしかしてはいけないのか。一度劣等生の烙印を押されたら永遠に芽を出すことはできないのか。この学院ではできない。みんな前に習いをして偉い人に頭を下げて従順でいるしかない。うーん、夢は俺たちの心は腐敗していくしかない。つい最近違う高校の話も見たけど、まあ同じようなもんなんだな。俺たちはそんな夢の先学院の現状を打破し変えたいと思っている。まだ何ができるかはわからないが。まあでも完全に祭り事だよな。生徒会を崩さないためだもんな。だからもうグループ組んでそいつらが生徒会になりかわるしかないよな。俺たちは無力で敵は強大な学院の権力構造そのものだ。その劣等生の方が特待生というか優秀な生徒たちよりも数が多ければそいつらとなんか徒党を組んで票を集めて生徒会に乗っ取ればいいんじゃないの。あっさり踏み潰されてそれでおしまいかもしれない。だが俺たちは戦うと決めた。このままでは俺たちの心が殺されてしまう。うーん、俺だけならいい。抑圧されるのには慣れている。どんな人生だったんだよ。だが才能も熱意もあり努力をしている他の連中が踏み潰されるのは我慢ならない。明星は何も考えてないバカに見えるが。え、なんかあるんですか。こんな学院でも空気を読まずに夢を追いかけて好きなものは好きだって胸を張って言える清々しいバカだ。バカなんじゃねえか。だが誰もそんな明け星を理解できず関わり合いになるのを避けて明け星はこの学院から浮いてしまっていた。まあそりゃ浮くよあいつ。以前のあいつは一人で笑って歌って踊り続けている滑稽なピエロのようだった。あいつみたいに夢を追いかけることが周りの人を楽しませようって笑顔を振りまくことすら許されないならこの夢の先学院は地獄だ。俺は絶対に認めない。まあ確かにそうやって人を楽しませようってしてるやつが劣等生って言われたらこの学校はクソだなっていう意見は分かるよね。結城は望まぬ方面で才能を見出され、うん、それこそ偉い人の言いなりになってそれに従事し続けていた、うん、心を殺し思考を放棄してロボットみたいに。周囲はそんなあいつを褒めたがあいつの心はゆっくりと摩耗していった。ある日ついに決壊してまあ壊れた後なんだろうなっていう感じはしたけど会話から結城はあいつの心は断末魔の悲鳴を上げて砕け散った。確かに心を失ったものだったよなあいつの会話。今のあいつはそんな心の残りカスを丁寧に拾い集めようとしている。だが周囲は手のひらを返しそんな結城を落ちこぼれの劣等生と嘲笑っている。なるほどね。人間性を否定されロボットのように従順に動くことのみ求められるなら俺たちに心なんていらない。だが俺たちは心のある人間なんだ。怒り泣き笑い愛し尊ぶ人間なんだ。赤ん坊の頃からずっと誰からも人間扱いされなかった結城はそれをようやく学び始めたところだ。ああ、だからあんな会話下手なんだ。そんなあいつの必死な努力を無意味なことと断じるのはバカにするのは間違っている。俺はあいつを支え手を携え共に歩みたい。俺たちトリックスターはそんな風に夢を生き様を否定された奴らが徒党を組んだ集団だ。俺たちは同じく心の痛みと悲鳴と
この学院への範囲と疑いを芽生えさせ、結束した仲間だ。なるほどね。この草木も生えぬ砂漠のような夢の先学院で、わずかなみずみずしさを、夢を分け合って寄り添った同胞なんだ。いつか花咲くことを夢見て、俺たちは未来のために種をまこうとしている。死んだ魚の目をして偉い奴らに媚びへつらう。そんなのは俺たちが入学前に夢見た憧れたアイドルなんかじゃない。俺たちはこの腐った学院を革命する。生徒会を、この現状を打倒するために命を賭して戦い抜く。だが、何も知らないお前を無理やり仲間に引き込もうとしたのは間違いだった、うん、今の話を最初にしてほしかったもん。無理やりお前の都合を、気持ちを考えずに。それでは生徒会と同じだ。俺は藁にもすがるつもりで焦ってお前に手を伸ばしてしまった。特別な立場を持つお前は俺たちの救世主になってくれるかもしれない。だがお前は普通の女の子でもあるんだよな。わりかし頑丈めな女の子でもね。その事実を忘れてはいけなかったのに、すまない。振り回して傷つけて本当にすまない。本当にそれ起きてから説明してほしかったわ。もう嫌になったならそれで構わない。見ないふりして遠ざかってくれてもいい。ねえ、これ寝てる間にする会話か。俺たちが勝手に期待しただけだ。裏切られたとは思わない。おい、やめづらいだろそれ言われると。だがお前は特別な存在だ。俺たちにはお前が必要なんだ。未練たらしいな。決めるのはお前だ。お前の心が俺たちの心と共鳴してくれるのを願おう。お前が俺たちの敵になるか味方になるか、赤の他人になってしまうのか、それはわからない。だが期待している。転校生、お前がこの閉塞した学院に風穴を開けてくれることを、希望を花咲かせてくれること。お前は俺たちが待望していたかけがえのない夢そのものなんだ。え、なんで俺そんな期待されてんの。あの、ただ単純にプロデューサーに配属されたただの女なんですけど、なんでそんなに期待されてるんですか。何をすればいいんですか。何を求められてるんですか、足は。